第98空挺師団は、イスラエル中央軍に所属する、予備役扱いの空挺不評師団である。通称として、アブトゥバハイシュ、英語、ファイア・フォーメーションという呼称でも知られる。第98空挺師団は、第4次中東戦争の戦訓に基づき1974年に、編成された。最初の師団長は、断書無論であった。編成後、 1982年のガリラヤの平和作戦2006年の第二次レバノン戦争などにおいて作戦参加している。第98空挺士団にはイスラエル軍唯一の常設の空挺旅団として活動する第35空挺旅団が所属するほか2個の予備役空挺旅団及び有事の際に主力部隊到着までの即応対応を行う。 第7298特殊対空空挺部隊、ヤンマムが所属している。また、イスラエル軍の再編計画の一環として2015年12月に、それまで独立して活動していた4つの特殊部隊を統合した第89オズ特殊作戦旅団が編成され、この旅団も第98空挺師団の指揮下に組み込まれた。なお、第98空挺師団霊下の 第9693予備役砲兵旅団は2016年に解散となった。ありがとうございます。